11月2日の2部に行われるハロウィーンイベントの飾り付けをメンバー全員でやってます。一生懸命。ハロウィンナイトです。楽しみ。すごい。どれ？どうよ。ポイントはガーターベルト。これしかも見てください。なんかこの服についてるんですけど、ガーターが見て逮捕しちゃうぞっていうのがついてるんですよ。これなんでしょうね。手錠がついてるんですよ。ちょっとセクシーにしてみました。タレント以上にすごいのでですね、ファンの方のベストドレッサー賞を決めたいと思います。レイカさんどう思いますか？まあそうですね。どうしてもピンクの革ジャン着てる。それはどういうコンセプトなんでしょうか？笑いが欲しかったです。キス。誰だかわかんない。この6名の中から本日のお客様の中でのベストドレッサー賞を決めたいと思います。さあそれでは坂本師匠、以上の6名の拍手今終わりましたが、グランプリはどのファンの方でしょうか？思い切りさでレイザーガムを演じました。本日の第2回アリスハロウィンナイト、今年のベストドレッサー賞を決めたいと思います。はい、それではアリスハロウィンナイト第3位は森香音です。さあそれではベストドレッサー賞第2位は、ドラムロールお願いします。お客様せーの、ドゥルルルルルル。輝けアリスハロウィンナイトベストドレッサー賞グランプリの発表です。